ついに太鼓の達人ブルーバージョンクロート以降の団員道場公開。ついに来たか。ブルーバージョンの団員道場はまだ10段までしか出てなくて、正直僕もいまいちモチベが上がりきってないところがあったんですけど、もうクロートが発表されてからモチベの爆上がりがマジでやばい今。というわけで今回発表された課題曲がこちらです。まだ全体的にハテナマークの曲が多いですね。で、噂だとこのハテナマークのところは新曲なんじゃないかなっていう説もちらほら出てたりして、これはなかなかモチベーションが上がりますね。もうしばらくゲーセンに行けてない僕なんですけど、もういち早くゲーセンに行きたい。だけど最速でゲーセンに行けるのは2日後。というわけで今回は団員道場にまつわる曲をやっていこうかなと思っていたんですけど、 PS4 には入っていないんですよね。だけど団員道場の曲はやりたいっていうわがままな感じなんで、今回は空色バージョンの10段課題曲燎原の舞をやっていこうと思います。こちらはね、僕も空色10段でかなりお世話になった曲なんですけど、わりかし新しめの配信曲なので今日はこちらをやっていきたいと思います。それではやっていきましょう。君が好きだ。